ジムリードも見守っています。ニコラス近づいていきます。ニコラス・イワノフ締めの一本入ってきた。予選と同じタイムが出れば優勝。このままいけばポール・ボトム51秒50と比較していきます。15ビハインド。ポール・ボノブが表彰台、その頂点に近づく。しかしまだ挽回できる 0.15 だ。